じゃあ今日はですね、漢字の勉強について話していきたいと思います。まあ、漢字の学習っていうふうに言われると、こうカタカナを漢字に直すみたいな漢字ドリルみたいなやつをね、こうどんどんやっていったらいいんじゃないかって思う人がいるかもしれませんが、カタカナを漢字に直すだけの勉強っていうのは実はあまり効率が良くないです。どうせ漢字の勉強するんだったら、その漢字の意味、まあ、熟語の意味っていうのも一緒に覚えていく。だから漢字の問題集やるんだったら、カタカナを漢字に直すだけじゃなくて意味の書いてあるやつやる方が絶対効率がいいわけなんですね。というのは、漢字っていうのはある程度一つ一つの漢字が意味を持つわけです。でその意味を合わせて覚えることによって学習効率は上がるし、この熟語はこの意味だからこの漢字を使うんじゃないかっていうふうに推測が効いたりするようになってくるわけです。例えば簡単な例を一つ挙げるとね、まあ、他者を圧倒するみたいな、圧倒、あと目的地に到着するの到着、この圧倒とか到着っていう漢字どう書けるかな。圧倒はこうだよね。到着はこうやね。で似てるよね。こっちが圧倒の到、こっちも到着の到、両方とも音読みは到ですから同じ読みをする。そして見た目は人名があるかどうかだけの違いですから、非常にこうよく似ているのが分かると思うんです。でこういう似た漢字の時ってやっぱり迷いやすいよね。どっち使うんだったっけみたいな感じで、まあ、そもそも形が同じだった場合っていうのは同じ読みをすることっていうのは多いわけです。例えば冒険の剣と検査の剣っていうのは、まあ、似てるでしょ。右側が同じだなと、そういう似てるわけやね。経験の剣なんかも似てるでしょ。形が似てくるね。形が似ていると同じ読みをするから、そこの区別っていうのをどういうふうにしていけばいいのかっていうので悩んだり間違ったりするわけなんです。たださっき言ったね、漢字は一個一個意味を持つことが多い。今回だったらこの圧倒の塔、これ塔を訓読みするとなんて読む？そう、これ倒すっていうふうに読むよね。逆にこの到着の塔、これはなんて読む？そう、これ至るっていうふうに読むよね。こっちは至る、こっちは倒すです。で実はこれ訓読みっていうんだけど、訓読みっていうのはその漢字の意味を表すことが多いわけです。まあ、意味を表すのが訓読みなんですね。ですから圧倒って言ったらまさにさ、こう押し倒していくのイメージですから、あ、倒す使うなっていうふうに分かる。逆に到着っていうのはその目的地に至って着くなわけだから、倒すじゃないな、至るの方を使うっていうふうに分かったりするよね。じゃあどう、用意周到の到はどうかな。これは周りに至るまで十分準備するやから、至るのこっちか。転倒は転倒する、こけちゃう、これは転がる、そして倒れる、うん、こっちだなっていうふうに分かるよね。だこういうふうに漢字っていうのは意味を合わせて覚えることによってより効率的に覚えられていくから、だから漢字の勉強するときは意味の書いてあるやつでやっていく。そして何なら音読みだけじゃなくて訓読みなんかも辞書で調べてみてね、あ、こういう意味になってるのかっていうふうな、一個一個の漢字が持っている意味に対しても興味を持ってもらうとね、すごくいいと思います。まあ、ぜひね、漢字の学習しっかりやっていってください。